はじめまして、檜垣雄志です。うまくなるために必要なことは何か。本当にうまくなるためには何を考えて、どういう意識で、どのようなトレーニングを積んだらいいのか、そこをしっかり皆さんには聞いていただきたいなと思っております。リフティングがうまくなるためのリフティングではありません。サッカーがうまくなるため、サッカーの技術向上のためのリフティング練習だということを皆さんには分かってもらいたいです。リフティングという練習をやることで、サッカーのボールコントロール、サッカーの試合で生きる、その技術を覚えてほしいです。ここで意識することは、インステップの、利き足のインステップの当てるポイント、一点に集中してください。足の甲に当てるということだけです。そこだけで十分です。ボールが右に行こうが左に行こうが、どこに行こうが、必ず利き足でやること。そうすることによってボールの置き場所を自分で意識し、自然に意識し、ボールがずれたとしてもステップも覚えられます。それではやってみましょう。ボールがずれたらステップすることを忘れないでください。当てるポイントだけ意識して、それでは胸トラップのリフティングについてご説明します。胸でトラップして、その後利き足に戻す、その繰り返しをやることによって、トラップから自分のものにする、その感覚を養うことができます。それではやってみましょう。チョンチョンリフティングをやることで軸足がぶれなくなります。軸足がぶれないということは、試合の中でドリブルのステップ、ボールキープのステップ、トラップキックにも全てにつながります。だからこそこのチョンチョンリフティングは重要です。そのチョンチョンリフティングはどのようにやるのか、ボールタッチは指からインステップにかけて自分のやりやすいポイントで十分です。しっかり軸足はぶれないように何回も何回も繰り返しトレーニングしてください。難しいかもしれないですが、このトレーニングをすることが試合の中でのボールコントロール、ボールを持つことにつながります。この中でちょんちょんリフティングをやりながら歩いてリフティングをやってもらいます。その応用の中で軸足がぶれない、ステップがぶれない、そういうことが試合の中で生きていきます。それではやってもらいましょう。このチョンチョンリフティングでは、前に急がずにチョンチョンとゆっくりでいいので、正確にボールをコントロールしてリフティングをしましょう。前に急ぐとボールが足から離れやすくなりますし、ボールコントロールが乱れます。正確にボールをコントロールしてチョンチョンとゆっくり歩くことで、軸足のバランス感覚を養うこともできます。